皆さんこんにちは、タチャラです。ポケットモンスターバイオレットをダウンロードコンテンツやりましょうか。さて今日は伝説やるか。伝説親父、おやつ親父、ちょっとなんか今日のおやつちょうだい。うっす。ダイタさんのブルーレックの様子は、大山すごい、サークルミッション2回目達成ですね。うっす。頑張ってダイタさんにはポケモンのおやつだよ。何くれんだ今日は。ホウオウ、マジホウオウのおやつもらったよっていう、伝説のポケモンホウオウが好む食材で作られたおやつ。それはホウオウのおやつ。どこでいるのホウオウ。ねえ、ホウオウってポケモンはね、とっても珍しくて、ポケットモンスター金だよね、確か。めったに会えないんだよ、パッケージモンスター。ホウオウといえば僕が若い頃にね、あの時は、僕もそう、まだまだ駆け出しのトレーナーだったね。パルデア地方、南西の滝。南西の滝ね。その近くでポケモンを強くするために、夜通し訓練していた時。ねえ、キラッと輝きながら上空にホウオウが現れたんだ。ホウオウはきっと僕を応援しに来てくれたのかもね。おやつを持ってるあなたも出会えるかもしれないね。よろしく言っといてねっていう。ホウオウは南西の滝にいる。よいしょ。さあ、パルディア地方のね、滝、パルディアの大穴から見て南西の滝ってところってこれかな。滝っぽいとこってそれぐらいしかないよなぁ、多分。ねえ、びしゃびしゃのシャトーからちょっと行ってみるか。ちょ、一旦待って、ここにピン刺しとこう。よいしょ。違ったら、別の滝探します。このびしゃびしゃのシャトーもね、よく見たら滝なんですよね。滝。滝周辺探してたらワンチャンあるかもしれないのでね。よいしょ。この辺もしっかりと見ながら、進んでいきたいなと思います。俺も、でもね、俺、ホウオウとルギアがよくね、伝説のポケモンで、ね、同時期のポケモンに対比されたりするんですけど、俺はルギアの方が好きだな。うん。エアロブラストっていうルギアの専用技ですか、あれって。で、ホウオウってなんかあんの専用技。知らん。俺、ホウオウ、俺、昔ポケットモンスターやったもんね、やったのもね、銀だったからさ。だから金やってねえからわからねえんだよな。で、いないねえ。いないねえ。ハズレか。でも滝ってこれだよな。滝周辺をプラプラしてみるか。やばいな。他にも滝があるかもしんないけど、まあ、でも一旦自分を信じてねえ、この辺をふらついて見てるとこなんですけどね。南4番エリア、いや、ないか。ないな、いないな。前のライコほど簡単には見つかんないのかもしんないね、これ。うそー。でも滝って言ってたからさ、南西で川を下っていくしかないよな。滝、あ、でも滝って結構続いてんだな、これ。めっちゃ奥まで。一番下まで見てみるか。とりあえず。ねえ。うわぁ、これでいなかったらどうしよう。でも川とか水辺を探すしかないもんね。そうなってたとしても。ほんと。あのおやつ親父さ、なんで言ってたっけ？なんか、修行してたって言ったよね、どっかで。何にした？駆け出しトレーナーだった頃。なんたらかんたらって言ってたよね。もう滝打ちたとさ、奈落の底やん。怖い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 。ねえ。やばいよな。飛んでる、なんか飛んでるポケモン？違うよな。ギャラドスだもんな。いないわ。滝終わっちゃった。まあちょっと雑に見てたから少しね、ゆっくりと周り探索していきますか、次は。ね、滝周辺だよね。おやつ親父の言葉、ちょっと思い返したいよな。なんて言ったっけな、ちゃんと。パルデア地方南西の滝のその近くで訓練していた時って書いてるわ。だから、滝周辺だわ。これ、滝周辺の陸地とかを調べておくといいかも。ということはちょっとでも調べる範囲があまりにも広いので変なのが当たっちゃった
とりあえず南西の滝ってのは絶対もうここしかないので、滝のね近くのこの陸地ですかね、もう軽く歩いて探索目視確認するっていうのをちょっと徹底してやっていきましょうか。ね、多分総選と見つかりませんねこれは。底辺だ。いった。こんなとこだよ。滝のね近く、滝の近くの道をね、山道があってそこを登りきたとこだったね。これわかりづらいな。ほらここだったわ滝の。これめちゃむずじゃん。ちょっとセーブするわ。では挑みをまそう。ほうしゃーん。ちょっと見た目かっこいいな。ほう、 BGM が違う。プレッシャー、いくぞ。とりあえず身内ち電磁波からやった方がよかったな。オレイハレー、眩しい。夜だけど。夜だけど日本バレー。電磁波はあ。相手は動けない。よし、さあ麻痺して技が出にくくなったぜ。オッケー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 。ほう、お前はもう動けないまま俺にタコ殴りにされる。そんな運命だ。ほらよい。で、日本バレーねえ、晴れてるのに晴れになれねえ。君の名前はてるてるポーズ。晴れ祈願来た。おい自己再生めんどくせえこいつ。ちょふざけんなよ。天気がいいと回復するぞっていう。おい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 、しびれて動けない。うわこれなかなかあれだな、モンスターボールでやるのめっちゃめんどくさいな。これ自己再生した。よしよしよし、しびれて動けない。え 10% じゃなかったっけ。めっちゃしびれて動けないね。運悪いのかな。よし、さあ伝説系は俺モンスターボールで捕まえたい侍なんで、モンスターボールかマスターボールがいいな。モンスターボールかマスターボール。神通力やったやったやった、抜群取られた。めんどくさいなこいつ、ね、よし、なんとか捕まってくれ。クリティカル出ろ。うふー、そうだよそうだよ。ポケモン、伝説のポケモンってね、なんか前回ライコーが一発で捕まったからさ、なんか勘違い起こしそうになるけど、結構捕まえづらいんだよ伝説のポケモンって。こんな風にねえ、しかもこいつはよりめんどくさい。くそ出た。今聖なる炎って技打ってきたぞ。それが専用技か知らんけど、モンボーってかやられそう普通に。まずい。 2?3? うわくそー、やられたら理性だなこれは。よし、動けない。よし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 、まだいけるまだいける。いやこれ捕まえてほしい。ちゃんと神通力やられるやられる。1残った。じゃあ大太郎悲しませまいと持ちこたえた。このその気持ち、このボールで応えるよ。モンボー頼む。うわー死んだ。あ、生きた。ただ持ちこたえた。その気持ちに応えるよモンスターボール。すいません、気持ちに応えろ頼む。ダメだよ、応えれない、動けない。まだありますまだあります。悪あがきをひたすらしてるような感覚。頑張ってくれモンスターボール。1、ドゥー、捕まえたと思う。もうまだ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 チャンスだ。何回チャンスあんねん。投げさせてくれるだ。だいぶもういつでも理性できる気持ちでおったけどねえ。そんな耐えるんだっていうぐらい耐えてくれたもんな、うちの相棒は。なあ、デスリキー、あー、さすがに最大とごめんよ。チックショー。よし、いやちょっとね、パモト、まだ体力あるから、自己再生されたら諦めよう。かわいい。ラブリー、よちあい。せい、捕まれ。1、2、3、うおし、うおし、ナイス。冴えないでごめんな。
よかったー、嬉しい。はい、ということで鳳凰ゲットです。鳳凰かっけー、鳳凰イーウープレッシャー聖なるほど日本バレー可愛くていい子です。鳳凰見てこの V とか全然ついてないんだね。すごくいいとこだ、そうよく見たらなかなかあれだね、意外と性格ってどうにもならないもんなんですね。はい、またこんな感じでした。鳳凰ゲットだぜ。伝説のポケモン、キンキン世代の子たちばっかなのかな今。どれぐらいあるんだろうね伝説って、わかんねえ。さて、じゃあね、残り時間で特別講師でも呼ぼうと思います。さ、特別講師全部出てきたね、なんかいつの間にかね。えはあ、トップもおるしね。え、どうしようかな、誰もどこまでやってたっけ。今日交換だけやっちゃおうかな。さ、カエデちゃん呼びましょう。カエデちゃん、ハロー。ねえ、あ、待って、おめえら会話してるの初めてかも。俺また頑張るよ。よかった、本当にすぐりが学園に戻ってネリには嬉しいね。えガチ恋だからな。姉ちゃんにもネリにも心配ばっかかけたから本当ごめんな。謝罪は不要、仲良くしろよ。すぐりが今すべきことはただ全身のみだな。ありがとう。ネリに言い切られちまうとそうだなって思うよ。頑張って仲良し。うーっす。あら、ダイダラさん問題でーす。テラリウムドームから私の手持ちに最近やってきたポケモンはどうだったでしょう。え、デンチュラ、オニシズク、マリアドス。え、どれだったっけ。え、デンチュラもあのオニシズクもいた気するけど、アリアドスはいなかったよな。デンチュラにしとこうか。いや、オニシズクもどうだ。ピンポーン、見てくれてますね。オニシズクもちゃんは水タイプを持ってて水辺に住んでる。お散歩かって探してみてはって。オッケー、何くれんの。新しい虫ポケモンに抱いてホクホク。虫ポケモン好きだったりして交換して虫ポケモン育てましょうよ。いいよ、何交換する。ミツハニー、ビークイーンになるやつやん。メスかな。じゃあ俺のタビパの最初に捕まえたタマチュールちゃんあげようか。名前つけてる。タマチュール。俺の昔の相棒をあげるよ。いいのかな。怒らんといてくれる。なんかタンクトップのおじさんになるけど進化したら。ちょっとあのおじさんのフォルムがちょっとあまりお好みじゃなかったので。育成することはなかったんですけど。あら、かわいい、ミツハニー。これメスだね。嬉しい。タマンチュラさんですね。愛おしい、ありがとう。大切に浮かさせますからねっていう。進化したら おじさんになるで、それ。気ぃつけてね。よかった、よかった。勝負はしません。オッケー。さて、もう一人交換できるのでやりましょうか。なんだかんだ言ってみて、ほら、あの金ピカの枠がだいぶついてきたかもしれん。いや、そうでもないな、まだまだだわ。はい、キハダちゃんですね。キハダちゃんがこれで埋まります。何してんの急に。何してんの。あそこ仲悪いんだ。仲悪いじゃない、喋らないんだ。この学園の生徒たちはやる気に満ち溢れてるな。バトル学を受けている生徒たちの集中力が凄まじい。聞くにこの学園は戦闘に関係する授業ほど成績の配分が高いとか。なるほどね。ポケモン勝負に長けているリーグ勤務やレンジャー部隊、プロのトレーナーを目指せる。プロトレーナー、俺プロなのかな将来。そうなんですか。レンジャーって何だと。ポケモンレンジャー、ポケモンレンジャーってゲームあったな。そういや、やったことねえわ俺。持ってるけど、いつかやるか。知らずにチャンピオンになったとは、根っからのポケモンが好きなんだな。うっす。バトル学にしろ何にせよ、勉強を頑張ることで選択肢は無限に広がる。後悔しないように学んでいくだぞ、潜入せい。うっす。なんかちょっと説教臭くなったな。ねえ、教師としても潜入としても君のことが気になってるんだ。仲良しやもんな。進行を深めるためにポケモン交換だ。いいよ先生。ジャージだもんね。俺もジャージだし、なんかお揃いみたいな感じですね。ねえ、朝だ。じゃあ俺昼なん。いや、おらんおらん。じゃあねえ、イワンコあげるよ。イワンコ、あのなんか似合いそう、犬が。うん、
犬と一緒に訓練しててほしい。さあ、交換だ。さあ、木原先生の、で、朝なん。嬉しいね、これも。よし。おいでやすー。よし、来たー。朝なーん。木肌の朝な。どうしようかな、育成しようかな、どうしようかな。ヤンコか、おすびを感じていい。今のジャンプいいな。まあいいや、今のジャンプいいな。マリオみたい、ほら。ジャンプUSJ でハテナブロック叩くときのポーズしてる。まあいい、トレーニングして飛びっきり強くするぞ。オッケー。先生、ありがとう。よし。だいぶ進んだね、これでまた。もう一人ぐらい呼ぶか。会話だけでも進めとこうかな。交換イベントはいいからな。ねえ、コルサってどこまでやったっけ。招待だけして戦ってないんだよな、じゃあ。ねえ、わー、セイジ先生呼ぼうかな、セイジ先生、うん、そこの二人はもう会話してたもんな、前。再びの招待、ベリベリありがとな。さまざまな地方行ったり来たり、昔もリメンバーして懐かしいね。セイジ先生は外国語堪能ですからね。昔をリメンバーリメンバーじゃ何してたんすか。ロケットダンスか。ダイダラ、グッドリアクション、よくぞ聞いてくれたわな、セイジ。若かりしてき、世界またにかける男。ビューティーの景色見るため、バックパッカー、世界中。オールアラウンド旅してたよ。いろんなとこ旅してたんだ。さて、ここで、セイジクエスチョン。セイジが旅に出会った一番美しい景色は、一体何だったでしょうか。山、海、砂漠、町。海じゃない、海はきれい。ダイダラ、違うよ。なんだ、難しい。正解は一番美しい景色はとある女性の横顔。おい、ねえ、嫁自慢かそれ。ねえ、今では彼女がマイワイフ。国際結婚、ベルベルいい話でしょ。お粗末様でしたな。許さねえ。ねえ、幸せにしてくれ。なっててくれよ、ほんと。はい。ということで、今回ここまでにしましょうか。さあ、今回伝説のポケモン4をゲットして、ね、なんとかポケモン交換もちょいちょいできました。やったぜ。はい。さあ、次回以降なんですけど、また伝説のポケモンで、ね、図鑑埋め。特別講師どれかやりましょう。終わるかほんまにこれ。頑張ります。それではまた次の動画でおつぽよ。